こんにちは。 JNW パーソナリティの直之助です。今回は外国人観光客が殺到する北海道についての話題から、北海道のニセコ公園では上質なパウダースノーを求め、寒い冬の時期にたくさんの外国人が殺到します。そこで今回は外国人観光客が増えたことで、地元の住民と外国人観光客との間で軋轢が起きていることが取り上げられています。ニセコ観光圏でも最も人気の高い倶知安町は、冬になると外国人住民が人口の1割に値すると言われており、2017年に行われた調査によると、外国人はゴミ捨てや運転などのマナーが悪く困っている、今後外国人が増えるようであれば同じ町では住めないという声が上がっているようです。外国人側の意見は、海外ではゴミの分別方法はもっと簡単だ、お店の看板や書類などほとんどが日本語表記で意味が伝わらない、緊急速報の際情報は日本語のみだったなどの声が上がっています。これらの内容に対し様々な反応が外国人から寄せられていますが、外国人移住者のわがままが多く見受けられたように思います。海外の反応、誇張なしにオーストラリア人がニセコを破壊してる、それが理由でもう北海道は恋しくないし、もう一度住みたいとも思わなくなった。自分はニセコには行ったことがないけど、同じような話をたくさんの人から聞いた。富良野ではマナーを守らない外国人を実際に見たし、こういう話を聞くと本当に悲しくなる。日本語の勉強さえしないで日本への移住を決意したわけでしょ。その人たちがどんな状況にあっても私は同情も理解もできないな。少なくとも語学の勉強くらいしないと。本当にその通りだ。本来のホームにいるわけではないということを忘れて、多くの人がやりたい放題やってるのが現状なんだよ。これは日本で暮らすオーストラリア人の見解だ。スペインには多くのイギリス人が移住してるんだけど、日本と同じ問題が起きてるよ。郷に入っては郷に従えということわざがあってだな。旅行客はルールを作る側ではなく守る側だ。問題を起こしやすいのは英語ネイティブの人たちだよね。どこに行ってもほぼ英語が通じるから。事実を言うと僕らは歓迎されていないのさ。誰も日本で暮らすことを彼らに強制してないのにな。日本人のための国だし、日本のルールがあるんだよ。どちら側にも義務はあるんだよ。お客さんが来たならルールをしっかり伝えるべきだ。それでもルールに従わないなら怒っていい。人との付き合い方は一方通行ではないはずだ。情報が日本語でしかないって？君は外国で暮らしてるんだ。なんで日本側が対処していかなくちゃいかんのだ。移住先に適応しようとしないオーストラリア人の話か。僕からすれば驚くようなことじゃないね。僕らは最悪の旅行者であり移住者だから。ただ日本側が教えるのはゴミのことだけなんだよね。もっと幅広く文化を教えていった方がいいと思う。正しいルールとか規則とかをね。複雑な問題なのよ。もちろんホスト国の言語を学ぶべきだけど、ニセコでトラブルを起こしてる人たちの多くは冬の間だけ日本に滞在してる人たちだから。こういうことが起きてるのは北海道だけじゃないよ。しかしなぜ日本人はゴミの分別にあそこまでこだわるんだろう。本当にとことんこだわるんだよ。語学を勉強しないで海外移住する人の考えが理解できない。その国の住人、ライフスタイル、言語が嫌いなら自分の国にずっといればいいのに。地元住民は外国人を受け入れようとしておらず、外国人は外国人で日本の暮らしに適応しようとしてない。そういう印象を個人的には受けた。お互いが歩み寄ることが大事なんじゃないかな。国をきれいに保つためだろう。そんなに難しいコンセプトじゃないと思うが。単にゴミの分別が面倒なだけでしょ。日本のすべての自治体が英語でのガイドブックを用意してるんだから、日本語がわからないなんて言い訳は通じないぞ。英語は世界の共通語なんだから、そっちが英語を話すべきだっていう典型的な考え方でいるのかな。日本は日本人のためにある国なんだぞ。なんで自分の意思でやってきた外国人に対して日本側が迎合していかなきゃいけないんだよ。地元住民の気持ちはよくわかる。旅行客が突然増え出した80年代に私の地元でもあったんだよね。でも時間が経つにつれだんだん変わっていって、今では外国人も地域に適応してるよ。
自分は沖縄に6年いたけど、日本語はほぼ話せなかった。だけど、ゴミの分別も運転マナーもちゃんと守ってたぞ。日本人からすれば迷惑なお客さんだよね。もし日本のやり方に適応できないなら出ていくしかないよ。俺たちが快適に暮らせるように変えていくって考え方は勘弁してほしい。外国人っていうかオーストラリア人だな。そりゃもちろんショックだよ。シンプルに日本が嫌なら去ればいいって話なんだけどね。そこは日本であり、第一言語は日本語だ。どうして外国語は通じると思ってるんだろうか。日本で暮らすなら日本語を話すべきだ。こういったトラブルは氷山の一角に過ぎない。日本側が融通してくれるなんて考えは捨てよう。自分がフィットするか、あるいは去るかだ。日本と日本人から学べることはたくさんある。彼らの勤勉さに敬意を払い学んでいこう。そうすればハッピーに日本で暮らせるさ。もっとお互いにコミュニケーションを取った方がいいね。自動的攻撃行動じゃ何も解決しない。解決策は至って単純だ。日本で暮らしてるんだから日本語を勉強しようぜ。外国人が他の国に移住する場合は、その国の社会がどのように動いているのか知るべきだよね。言い訳はただの怠慢に過ぎないと思うんだよ。